みなさん、どうもこんにちは。みなこファミリー TV のみなこです。今日はですね、お家で簡単にフレンチトーストいただきましょうか。おはい、材料はこちらでございます。皆さん、フレンチトーストといえば、そうね、いつも牛乳だとか卵だとかで作っていらっしゃると思うんですけれども、まあちょっとね、普通のフレンチトーストじゃちょっとつまらないざますと思ってね、今回はナイフミルクティーとか濃いお抹茶だとかプリンなんかも使っていろいろ変わり種をやっていこうと思います。はい、じゃあ参ります。はい、ではこちらのブレッド切っていこうと思うわよ。こちら業務スーパーで188円のブレッド、これを4等分に4カツ、とっても切れ味いいね。はい、こちら層のバニラアイスですね。層って久しぶりだわ。これどんな味だったかしら。うん、マルシー、これね、メルシーって何だったかしら。まあどうでもいいざますね。牛乳、あ、メルク、メルクを 150cc ざます。 150cc 入れる。エッグ1個入れます。シュガー、お砂糖、大体大さじ2分の1ぐらい、大さじ2分の1ぐらいね、入れます。混ぜる。何してんの。お昼ご飯、ランチを作っているザマス。ほほほほほほ。はい、では2枚浸していこうと思います。浸したらどうなの。フレンチトーストってさ、ママが作ってるの見たことないか。ない。これをね、下質じゃない、ここらで裏技です。まあ忙しい朝とか何時間も下してらんないじゃない。うん、じゃじゃん。これをなんと電子レンジに入れちゃう。お家で使う場合はね、あの電子レンジ対応の容器に入れてやってくださいね。500ワットで1分。電子レンジで時短にしちゃおうという作戦ザマス。はい、1分が終わったのでですね、今度は裏面に参りたいと思います。うん、バニラアイスの甘い香りがするわね。裏面にしたらもう1分チン。はい、裏面も1分チンができました。だいぶね、染み込んだと思います。ほら、もうふわふわ。こちらの方をフライパンで焼いていきます。マーガリンをフライパンに敷く。弱火でじっくり焼いていこうと思います。トロトロ。こちらね、蓋をして5分ほど焼いていきます。
ちょっとね、あの私みたいなちょっと、マダムにはついてこれないかもしらん。すいませんね。ご飯経ちましたので、ひっくり返してまいりましょう。じゃじゃじゃーん。はい、じゃあちょっとだけ追加で焼いていきます。あと2分ぐらいいきましょう。はい、2分経ったのでちょっと見てみましょうかね。あ、ジュージューいってますね。じゃあちょっとどんな風になったか。あ、いい感じです。じゃあひっくり返しますね。お、よいしょ。これは何のパン？これはバニラアイス。はい、こちらも今度も7分焼いていこうかな。7分弱火なんですよ。早く食べたいよ。いきましょう。ジュージューなっておりですよ。ちょっと酸味とかで不安になってきましたのでね、ちょっとね裏を見ていきたいと思いますよ。もういい感じになってる。もう OK にしましょうかね。はい、めっちゃいい匂いする。あー綺麗、とても綺麗だよ。ほらほら、おー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 おお。ではお皿に移していこうと思います。よいしょ。美味しそう。美味しそうだね。次の代わりだね、部門。これはね、濃いお抹茶とのことですわ。2つぐらい使おうかしら。フレンチトースト、うん、これはね、私もね、やったことがないのよ。なんとも食べたことがない、うん、どれどれ、このお抹茶の味はどんなのかしら。うん、うまいわ、うん、甘い。まあね、うん、これなんか知らんけど、1個しかなくなっちゃったから、もう1個出そうかな。ね、どうしたんですかね、あの、どうした、分からん、どこ行った、どこ行っちゃったんですね。まあ、アイス塊なのでね、ちょっとレンジでチンします。軽く溶けてきたなというところで OK ですね。はい、溶けてまいりました。牛乳が 150cc。 ちょっとさ、はい、牛乳飲みたい。それ以上伸ばす。ちょっと伸びたい。レッタ伸びないな。そうぞ。レッタ。牛乳飲まないからな。なんで？大さじ2分の1のお砂糖を入れていきます。うまい。卵。そして卵1個を入れた抹茶の方はね、混ぜていきますよ。パンの方は4等分にしていきます。はい、浸していきます。抹茶も美味しそうだね。うん、美味しそう。はい、では先ほどと同じように電子レンジで1分、500ワットで1分です。はい、1分経ちましたのでひっくり返して、はい、それではこちらもひっくり返したので500ワットで1分でございます。たっぷりのバターでやった方がね、やっぱ美味しいですね。はい、さあ蓋をしてですね、蓋をして、はい、5分です。はいよ。さあ、いい感じについてきてる。おお。え、綺麗な色だね。レッド好き？大好き。大好き？ママでもこうやって作ってるの、ママの前ね、いつもね。じゃあ抹茶の方がふっくらなってる。今すぐ食べたい。そうね、わかるわよ。
気持ちはとってもわかるわ。色も可愛いじゃない。香ばしいね。ねえ、可愛い可愛い。続いてはじゃじゃん、生クリーム。生クリームだよあら、かわいいさん。はい、では生クリームをですね100入れていきます。 100cc ね。お砂糖大さじ2入ります。混ぜる。うん、はい。そして浸していきますね。結構なんかねっとり系な卵液だね、これは。はい、いい感じに絡まったので、こちらも、表面、裏面を各1分ずつ。絶賛リバウンド中です。ふざけないでくれるはい、たっぷりのサラダ油を入れて。生クリームはね、やっぱりね、いつもの感じと比べてドロッと濃厚な感じ。さあ、こちらもね、弱火で5分。ピッと押してくださる？スイッチオン！ありがとう！はい、では5分経ったので、こちらもお皿に盛り付けていこうと思います。すごいしっとり、なんかもう色もさ、すごく綺麗な色してるからさ、高級感あるなんかお味になってそうな。素敵。さあ、次はプリンです。プリン、プリンは2つ使っていこうかなと思います。ゴミ、ゴミ、ゴミ、何時の？ゴミねん。え？ゴミねん。はい。パパはね、いつもね、ゴミをのガソリンスタンドで捨ててもらうときはゴミねって言うの。100人が100人笑ってくれてる。ごめんね、ちょっと今時間に終わってるからあれだよ、ちょっと早くしてね。ゴミ渡すときね、ゴミねって言ってみ、みんな。ゴミねってね、言ってみんな。ねね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 ね。ゴミねって言うんだよ、みんな。また？はい、プリンをね。ねね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 。ごみんね。プリンをね。だからプリンをね。うん、はい、2個使いますよ。ごみんね。ごみん。ちょっとね、結構ね、ブルンブルンにしたいのよね。なので、泡立て器ちゃんを使って。いい感じのブルンブルン。そして、牛乳をね、150入れます。はい、入れていきます。今ね、卵は入れません。プリンの中にも入ってるしね。プリンの中に卵？うん、そうなんだよ。プリンの中には卵が入ってます。新しい勉強。うん、さっきのね、やつよりもやっぱり色がそんなに濃くないよね。はい、じゃあ絡ませたので、こちらも裏表1分します。はい、いいぞ、今1分だぞ。ベロ出してる。あ、大変だわ、大変だわ、大変だわ、大変だ、大変だわ。こちらも弱火で5分やっていきます。さ、はい、いい香りです。めっちゃいいね。いい香りですね。ちょっとでできる？もうあと1種類でございますからね、待ってくださいね。よし、これはプリンです。よっしゃ、こちらでございます。ロイヤルミルクティー。ママティー。じゃあロイヤルミルクティーを150入れますね。はい、そして卵1個でございます。お砂糖を大さじ1入れていきます。卵とね、
このミルクティーっていうのがちょっと私の中ではどんななっちゃうのって思っちゃうんだけど、レッツゴー、ブブンブブンブブン。これはね、結構今までのやつと比べると一番シャビシャビ感がありますね。液体感があるというの。はい、そしてロイヤルの方も1分間レッツゴー。私みたいなロイヤルの匂いでは、見て見てロイヤル。こうやっておっ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 。はい、じゃあ裏面もね、でできますよ。さあ、いい感じに焼き上がりました。焼き色最高、美味しそう。さあ、できました。そしてシュガー、あったかいからすぐ溶けちゃうかもしれないね。それでは皆さん手を合わせてください。いただきます。これはバニラアイスのフレンチトーストです。うん、ふわふわしてうまい感じで美味しい。うん、匂いもバニラアイスのバニラの匂いするね。味がしみ出てほしい。本当に染み込んでる、ふわふわ、とろとろ。じゃあ、私が今を、染みてるわ。どう、ゆうちゃん、おいしい。うん、私何の味する、何の味した。いや、わからない。よくわからん味。これみんなさ、これかけるの、かけて。じゃあ、皆さん食べ終わりましたか。ね、どれどれ。生クリーム。じゃあ、いきましょうか。生クリーム。これ生クリームです。一番美味しいとこ食べた。うわ、でっかい。生粉なんだけど。はい、じゃあ、いいっすよ。手伝いだ。もちもちしてる。さっきより硬い。硬いね。うん。あのね、卵っていうかね、あれ卵が入ってると他のやつと何が違うかってやっぱりその液体のそのなんていうの量が少ないの。うん、だから結構ドロドロな感じの液だったから、うん、すごい中までちょっとあんまり染み込んでないというか、うん、ちょっとドロドロさがね。卵に結構俺美味しい。敏感なの。敏感。見た目も卵の色がね、美味しいですね。美味しいよ。うん、美味しいよ。抹茶アイス。来ましたね。一番色が奇抜な抹茶アイス。来ました。こちらはね、抹茶の棒アイスなんじゃん。抹茶の棒アイスは2本分溶ける、溶かして作りました。抹茶の棒アイス。まーす。もう中まで染み込んでるね。
あのおじいちゃんおばあちゃん好きだね。大人の味だよ、ちょっとね。甘さ控えめで、だからこれ、うん、すごく抹茶の味が強いね。あのね、抹茶のアイスが濃い抹茶にして。あ、濃い抹茶だから。濃い抹茶。これでも濃い抹茶がいいかもしれない。いいね、これ色も綺麗に出てるし、うん、香りも風味も抹茶の風味するしね。これ美味しい。うん、ミルクティー先行こうか。うん、はい。ミルクティーの味する。本当？あ、匂いはしない。匂いはしない。あんまりそんなに。味はすごい。ミルクティー。うん。ミルクティーだね。うん。でもフレンチトーストにしなくてもいいかもしれない。ミルクティーは。なんで？ミルクティーはミルクティーで飲んでもいいかもしれない。これ美味しくない？まあ、美味しいんだよ。別に美味しいけど、なんか他の方が美味しい。じゃあ今度は最後プリン。プリンね。これはプリンをね、2個分よくあの泡立て器で混ぜて、弾力がある、うん、香りプリンだね、うん、これ見て、もう立ってるもん、おいしい、おいしいよ、これ立ってる、おいしいんだ、みんなこれおいしいって言ってる、うん、おいしい、なんか噛んだ感じももちもちしてない、うん、もちもち、あ、なるほどね、これは、うん、プリン2個分でしょ、うん、それぐらいの感じ、すごいね、うん、2個分でしょ、みんなどれが一番好きだったかちょっと投票しようよ、じゃあ皆さん目をつむって挙手をお願いします、一番最初のバニラアイスのフレンチトーストが一番だった人、生クリームフレンチトースト、抹茶アイスフレンチトースト、ミルクティーフレンチトースト、プリンフレンチトースト、というわけでね、今回ね、びっくりした、全員一致でプリンでした、うん、俺も大人もそう思った、私もそう思った、まあ、生クリームのやつもすごい好きだった、うん、シンプルに最初食べた時はもう美味しかった、バニラアイスのやつもすごく美味しかった、だけど全部美味しかったんだけど群を抜いて美味しかったのがやっぱりちょっとなんかプリンだよね、うん、最高に美味しかった、最高に、はい、いつも結構お昼はがっつり系なんだけど、今日はおしゃれにマダムがフレンチトーストのランチをしましたけれども、どうでしたか、お腹いっぱいにはなってないか、ナイムが今食べたいものはあっただけです、塩辛スーラーラーメン食いたいでしょ、これ甘いもの食べるとさ、ラーメン食いたくないんじゃない、そういうことね、というわけで、はい、皆さんもよかったら作ってみてください、それでは皆さん、まったねフレンチトーストいったらマダム、うお